ビ満月をこぼしまして、で最悪だったんだよね、すごい。でさ、まあエビ満月だけだったらこんなにさ、エビ満月だけだったらこんな時間はならないですよ。今何分？7分とかでしょ？ 8 分。まあ何って、はい、掃除っていうかね、まあはい、犬が来ちゃうんで、で、まあ、何って私これもこぼしたのね、これ割っちゃったんですよ。出てきた、また。もうでですね、これはこの形にするのにまた出てきたって時間がかかり、こちらの、はい、綿棒を半分ほどこぼし、うん、そりゃ8分もかかるよね。もうやばい、本当に。なんでさ、よしショールーム始めようと思ってさ、今日はメイク配信でもしちゃおうかな、久しぶりにプンプンプンとか思ったらさ、なんでこんなお菓子こぼすの？お菓子こぼしてアイシャドウまた落としてさ、なんで綿棒まで落とすわけ？どういうこと？机狭、確かにね、もう机狭いかもしれない。別にこんなんでやってるわけじゃないんだよ。こんなん、いや、わからん。こんなんでってわからんのにね。最悪、本当にごめんなさい。というわけで、畜生。鉄分不足、マジで鉄分不足だと物めっちゃ落とすの。幅1メートル。ここまでってやっと思ったんだけど、ちょっとここからここ、いや、わからんな、わかんない、1メートルとかわかんないな。で、今日はメイク配信をしようと思います。はい、ちょっとリップもなければ、リップもなければ、リップも全然ついてなくて、ほらね、真っ白で。じゃあリップは何色がいいと思いますか？あ、ありがとうございます。何、挑発レッドって。なんかごめん、じゃあなんか痒くなっちゃった。痒くなって、なんか虫でもいるかと思って、いや、虫なんかいないんだけど、なんか痒くなって、いや、痒かったの。何もいるわけないのに痒くって、なんか、あ、ちょっと、で、リップを塗りたいと思います。赤が多いから赤にしようかな。赤い束縛レッド、ね、あれなんですよ、さ、
なんか顔がむくんでるの今日だからそんな大きい声で言わなくてもって思った。そこのあなた同感です。はい、シェービングをします。これで、こんばんは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 。今日は6時からインスタライブ、6時ちょいからインスタライブをするので、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。こうやってこのゾーンにシェーリングを入れます。入ったかなこれ。あ、また映っちゃう。今日さ、ずっとね、変わるね、変わる、本当変わった、ピース、はい。なんかさ、目が痛い。ずっとね、そのさ、ちょっとまあみんなが好きじゃない話をちょっとしちゃうんだけど、ピアスがさ開いてるんですけど、ずっとね、ここのさ、このピアスってさ、まあ、こうなってるから安定するまでね、ここの中にさ、あの、なんけあれ、イヤホンがさせなかったの今まで。だからエアポッツずっと片耳で聞いてたのねここがやっと安定して、いつぶり、半年ぶりくらいに両耳でイヤホンがさせたの、嬉しかったです。終わりそうなの、おめでとう、ありがとうありがとう、ありがとう。そうなの、ずっとさせなかったんだけど、そう、もうそれだけごめん、ほんとそれだけなの、ごめんごめんごめん。チークを塗って、ちょっと軽くメイクはもうしてあるんですけど、チーク何にも変わりません。クリニークのジンジャーポップです。これを塗りました塗りました、はい、塗りまして、で塗りまして、あれどこやったかな、あー下だ、ファンデーションを下に置いてきてしまいましたので、お粉で代用したいと思います。いいえ、お粉を代用する前にファンデーションをちょっと重ねますそうなの、リップとさチーク塗るだけでだいぶ変わるのよねタタ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 。みんなってさ NGT 以外だったら何の曲聴くの、まあ、48以外だったらタタタあ、みんなバラバラなんだな、そりゃそうかって感じなんだけど、バラバラなんだね。エメさん、聞かない、まさかの。あ、ヨルシカさん、さっき聞いてたよ洋楽、へえ、洋楽って、てて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 てとか、洋楽ってこれクラシックか
洋楽ってなんだ？洋楽ってなんだ？そっか、洋じゃないか。なんだろう。海外のてて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 て、何かおすすめ、おすすめ。最近聞いてるのは、これ前も言ったと思うんだけど、Apple Music のなんかトップ100みたいな曲、あのランキングのやつを永遠に聞いてます。だからあんまりね、私それ聞いてたら私と同じになれると思う。なんか流行ってる、これが今流行ってるんだと思って。そうそう、なんか流行ってる曲を最近、あれね、あ、1位があれでしょ、あ、1位がなんか別に君を求めてないけどみたいな歌が1位だったと思う。あれ2位だったかな。タララ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 ラだよって歌が1位だったと思う。香水香水聞いたことあるよ。痛い、そういう、そういうなんかあんまり詳しくないんだけど、それとかシャッフルで聞いてるから、あとだからI love のあれ、ヒゲダンさん、ララ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 ラ。あ、ドルチェ&カッパーナのその香水のせいだよだ。ちゃんと思い出せた。そうなの、だからヒゲダンさんをね、よく鼻声で歌っちゃう。鼻声、鼻歌間違えた。はい、うん、今日イントロの声じゃないよ。間違えたって。ふん。あと何あったっけな、あと何聞いたかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、何聞くかな、何が出てくるかな、何が流れてくるかな。でん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 、違うな。キングヌーさんとか流れてくる。あとあいみょんさんでしょ。あと闇の時は何聞くんですか。病んでる時はだいたいボーカロイド。病んでる時はボーカロイドが多いですね。ボーカロ、粗品さんのさ曲聞いたことある？粗品さんがあのグリとグラーの粗品さんのさ聞いたことある？あのボーカロイドの曲を粗品さんが作って投稿してるんだけど、がね、めちゃめちゃ素敵なの。あの、そうそうそう、なんだっけな、焼き払っちゃうよ焼き払っちゃうよみたいな、違う違う、どんな歌だっけな、あービームが出たらいいのにみたいな、私の邪魔したら全部焼き払っちゃうよ焼き払っちゃうよみたいな歌。え、本当に本当に素敵な歌。
聞きアイドル、ペンポピポペンピンピポポピポンピンペンポピポペンピンピポポピポピーピンピポポピンポンキキアイドルね。私が好きなのはユキキキライダーですペンペンペンピーテケテケテンテンテテテンテケテケテンテンテテテンテテテテテンテテテテンブブブーピョ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 本当にこう言ってる、こう聞こえるの私はパピプペーピーって言ってるよね。ケケライダー、ユケケケライダーが一番好きなの、小学校の頃からそんなわけない、本当だから聞いてみて、本当なの何の曲、あの動物の森わかる？わかってくれる？あのね、あと何やったかな、私友達コレクションの歌とかもなんか覚えちゃってすぐ、なんかさようなら言いたあなたの切なさが終わってないよ。コウメ太夫さんじゃないよ。こんな声なの、友達コレクションの声ってこんな高い声、いやなんかわかんない、なんか真似しようと思えば出るのかなはい、そんなメイク終わってないよ。もうちょっとこのあと6時からかえりちゃんとインスタライブなので、ぜひあのちょっとね、あの変わるんだけど見てもらえたら嬉しいです。6時から始めて6時に1回テスト配信みたいなのして、で6時半に、6時半前、何時だっけに再開してみたいな感じです。はい、よかったらぜひ見に来てください。はい、そんな感じで今日の台本来てる、今日の1位はふんふん、2位がふんふん、3位がうーんさんでした、ありがとう。というわけで後ほどお会いしましょう、じゃあねバイバーイ。